ちょっと今から髪の毛をやるんですけれども、髪の毛。髪の毛をやりたいけど、携帯を置く場所がなくて困ってる。髪の毛やるときって本当に携帯置く場所ない。家でもそうだけど、もうスタッフさんと合流しました。もうそろそろ出ます。なので、ちょっとスタッフさんがアミの好きな梅を食べてます。酸っぱいまん。酸っぱいまん美味しいよね。私もコンビニでさ、酸っぱいマン入ってる飴舐めると絶対買う。教えた。それ見つけると絶対買う。なんかうちの周り梅好きな人多い。ではちょっと髪の毛をやったりしたいと思います。ありがとうございました。ちょっと今日は夜に22時半からツイキャス配信があるので、ショールームは夜配信できないんですけれども、ではありがとうございました。